イカズゲームへようこそ。イカズゲーム、君たちにはこれからいろいろな遊びをしてもらう。遊び？これに勝ったら再び人生輝けるようなチャンスを与えよう。え？どういうこと？今君たちは生きてる価値のないようなカス芸人だ。誰がカス芸人だ？誰だと？チャンスをあげるためにいろいろな遊びをしてもらう。聞きましたよ。聞いた。2回目の。その遊びの一環としてこのジャージをブーツカットにする。もう始まってるんですね。見たことないジャージ。なんでこれを見たことない。おい、そこの貴様、はい、なんだ、足元を折るな。長いんだよ。ブーツカットは遊びの一環だ。あと見てみろ、今同じ身長だと思うじゃん、3人。そうだな。ちっちゃ。ちっちゃ。ほんとよ、改めて見ると最初の位置に戻れ。それでは早速最初の遊びはだるまさんが転んだだ。だるまさんが転んだだと。子供の頃やってたな、よく。そうだろう。ただちょっとな、普通にやったらこのスタジオ的に秒殺で終わる。まあまあ確かにな、短いですもんね。片足でケンケンしながら、うわ、片足ケンケン、だるまさんが転んだをやってもらう。止まれんのかな。ちょっとこれ、しかもここにはいろいろな障害物や高所がある。高所、これをうまく乗り越えて、これ飛び越えてもいいのか、この線までやってくるのだ。なるほどね。もし動いちゃった場合はまた最初からだ。なるほど、なるほど、わかりました、はい、絶対にクリアしてみせる。これ1位とかあるんですか？もちろんだ。よし、頑張ろう。これはケンケンね、片足だぞ、どっち足でもいいぞ、はい、はい、この線じゃ、この線じゃ。それではゲームを開始する。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。ちょっと待って、やばいの持ってるぞ。やばいの持ってる。あと誰だ、俺ちょっと動かしたな。動かしたぞ、誰か。おい、後ろから。怖え。だるまさんが転んだ。やばいですって、あれ。筋肉にもきつい。だるまさんが転んだ。ちゃんと後ろにでも見られてる。何？ダメってこと？ダメってこと？今どっちですか？今のなんです。今のは何？ダメってこと？ちょっと待って。今ので動いたから。ここまでこれ。理不尽だな、これ。めちゃくちゃ理不尽だ。だるまさんが転んだ。熱い。あっち。だるまさんが転んだ、はい、勝利。よっしゃよっしゃ。あっちあっち。
誰もこの足つぼを踏んでなくていいんですか。